メール、もう そういう気分。3日ぐらい、2日遅れんやったもんね。そうね、復活ありがとう、みんな本当に。月曜日火曜日と寂しい思いをさせてしまって本当にごめんなさい。インスタ投稿見ました、嬉しい。そう、即見スタジアムに遊びに行ってきました先日。うん、そう、で即見スタジアムは行ったことあるっちゃけど、なんかオリックスバファローズさんがやってる時もなんか行ったことあるんやけど、でもなんかちゃんとキャンプをじっくり見たことが、あの何、オリックスさんのね、オリックスさんのじっくり見たことが多分なかったと思うんですよ。そうだから初めてゆっくり見たと思う。うん、そう、なんかその他のキャンプは割とそうゆっくり見たりね、あの遊びに行ったことあるんですけど、なぜかね、そうの、なんかなぜかそうなんですよ。オリックスさんはさ、即見スタジアムにまあ何回も行ったこと、何回もというか何回か行ったことあるんですけど、そうちゃんとじっくり見たことがなかった。端末変えても全然、もうね何分やろあれ、5分以内で治った。うん、なんかあのいじってくれました。うん、同意書書いてなんかいじってくれた。キャンプって野球のキャンプ、そう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 、野球のキャンプ行ったよ。そう、くんちゃんあら、ありがとう。ビリーズブート、ビリーズブートって何やっけ。そう、めっちゃ一瞬で治ったんです。なんか悔しかった。2日間あのお家で、うん、一生懸命メールと戦ってめちゃくちゃ正直イライラした時間あったの。そう、なんでこんなできんのみたいな、そうそうそう、あったけど一瞬で治ったので、一瞬で笑顔になりました。そう、今学校に行ってるので長くは配信が見れません。夜間かな。ありがとう、見てくれて。あ、餃子ありがとう。そうなんです、餃子日本一輝きました。すごいよね、本当に本当に餃子の盛り上げてくださってる、あの活動してくださってる、そうなんか会長さんたちのおかげで、すごいね、そう餃子で宮崎を盛り上げてくださってありがたいですよね。そのちゃんでは直せない感じだったの。なんかマネージャーさんにもさ同じ内容送って、そしたらなんかあの直し方みたいな、なんかいくつか試し、これを試すといいみたいなやつ送ってくれて、でなんかその設定のやつがあって、それはでもなんか自分でするのはめっちゃややこしいって言われて、そうプロの手を借りました。そう、イライラの見てみたいな、やめてやめてやめて。宮崎はもう今すごいいろいろ暑いですよ。そう、野球のキャンプもサッカーのキャンプもそうだし、餃子でもね、あともうすぐ WBC 始まっちゃうから、 WBC 始まるのでさ、そこでもうすごい今以上に盛り上がる。だってさ、まあ、大谷翔平選手は来れないんですけど、ダルビッシュ選手だったりとか、そうだね、トムチンさんの旦那さんだ、私はああれ誰を言おうと思った誰を言おうと思ったんだ、あーはい出てこないです。あ、山田哲人さんとかも多分来られるので、そういろんな球団の、全部の球団の代表の方がそう
キャンプでね来てくださるので、そこも注目です。宮崎県今度は電波の調子悪い、電波の調子悪い、ほんと1983さん、くまちゃんありがとう。電波の調子悪いですか？あ、今日待って、これでいいんやない？どう？綺麗になったんやない？ふぅ、私は今日便乗して昼間餃子食べました。嬉しい、ありがとう、盛り上げてください。一緒に、そういえば宮崎県出張1週間延長になりました。おめでとうございます。嬉しいですね嬉しいね。が強くなった、よかった。 Wi-Fi を切り替えてみました。野球、宮崎は何ファンが多いのって、何ファンが多いかな。でも、待って、そうやな、どこが多いかな。どこなんやろ、多分みんなバラバラやと思う、バラバラやと思うけど、どこだと思いますかどこが多いんやろうね。7球団も来るからさ、そう、7球団も来てくださるんですよ、宮崎県には。そうだから、そう、楽天イーグルスさんもそう、日向に来てたりとか、いろんなとこに来てくださるので、どこが多いんやろね、どこが多いんやろね、どこに行っても多いよ、どこに行っても人が溢れてます。うん、そう、巨人の服の人いっぱい見た、じゃあジャイアンツさんですジャイアンツさんかな、やっぱり。そう、オリックスバファローさん、速見スタジアムでやってますよ。うん、そうね、場所によると思う、確かに場所によるというか、うん、やっぱそういうのって好みというかさ、推しがいるわけじゃないですか、皆さんファンの皆さんと同じように、そう、野球選手に推しがいはいらっしゃるわけで、そう、別れちゃうよね。どこなんやろうね、でも確かに。今日バイク乗ってたら、おばあさんが運転してる車がいきなり飛び込んできてきて、ぶつかりそうになりました。怖いね、やっぱそういうの怖いよね。だってないもんね、バイクに守り。うん、野球選手の DD、 あ、 DD が多いんかな。うん、大阪やから巨人ファンです。待って、大阪やったらさ、阪神さんじゃない？そう、本当にありがたいことに7球団も来てくださるので、そう、今のシーズンに宮崎県に旅行に来たら、そうですね、皆さん推しに会えるかもしれませんね、野球好きの方は特に。うん、そう、こんばんは。お話し会まであと4日、あと4日か、楽しみ。12日ですよね。めちゃめちゃ宿泊代上がってるけどね、やっぱ上がってるんやん。そっか、上がるよね、そうだよね。だって野球選手も止まっちゃって、そうね、ファンの方も確かに他の県から来られたら泊まるしかないもんね。バラ5個集まったんだけど投げてもいいですか？もちろんです。さやのんちゃん、バラありがとうねえ、そう、劇場がさ、なんだっけ、バレンタインデーからかな、声出し解禁。そう、私もだから声出し解禁ステージ立ってみたいな。
声出し解禁になってから私立ったことないですよね。あ、待って、違う、声出し解禁で立ったことあるんかな私。あ、最初の前座とか14周年とかどうやったっけ、声出てましたっけ。宮本浩一さん、バラありがとう。そう、こんばんは、さやのんちゃん。楽しみですね。そう、なんか野球はね、声出せるんですよ。そう、声出せる、声出せるというか、そう、声出せる。旅割で宿泊代 20% クーポン2000円もらいましたって。すごっ、旅割でめっちゃ便利それ。にゃがきさん、ハートじゃなかった、バラありがとう。皆さんチャレンジからぜひバラ送ってください。トゥ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 、遠征したときは満喫。満喫って何？満喫、満喫。そう、AKB もそう、14日からね、そう、声出し OK になるのね。みんな楽しみですね。みんな声出す準備できてますか？もう声の出し方忘れたんやない？みんなどう？もう忘れたんやない？出してなさすぎて。本数と意味を調べてからバラ投げますね。いえいえ、全部送ってください。全部送って、その本数の意味を教えてください、じゃあ。漫画喫茶？漫画喫茶って漫画がいっぱいあるってこと？あさって息子ちゃんが発表会あって、明日とあさって朝早いから、寝ないとなのって少し見れてよかったって。おやすみ、ありがとう。体気をつけてね。なんだっけ？甘神姫聞きましょうさん、バラありがとう。忘れたよね。そうよね、忘れるよね。そうね、静かに見るのに慣れてしまうよね。確かに、だって声出しちゃいかんもんね。今までまだダメだけど。もうすぐやない？声出しておっけなね。みんな練習しなきゃ。島根のおっさんさん、おっさんさんって、島根くん、島根くん、こんばんは。二の丸さん、バラありがとう、嬉しい。ね、4月のコンサートも、そう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 、声出せるので皆さん声聞かせてください。たくさん待ってますね。ファイバーダイバーじゃーじゃーですよね。ファンの皆さんの方が詳しい、絶対に。声出さなくてもとんかつポーズはするんで安心してください。分かった、元気もらうね。あ、マリアさんの生誕祭か、そうだ、それ見た。言いたいことがあるんだよ、好き好き大好き、やっぱ好き。カズトさん、ペンライトありがとう、空色のペンライト。エイトのコールはちょっと違う。なるほど、ファンの皆さんの方が絶対に詳しいですね。聞かせてください。いや楽しみやね、声聞けるの。私も楽しみ。私が久しぶりに公演出るってなったら声が聞けるんだろうな。楽しみだな。
トゥ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 、最初に入り方が違うってこと？何から始まるっけ？あーふふドゥン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 、懐かしい。ダダッタン、幸せなこと、テタタタン、キナアの町へ歌を歌いながら会いに行こう。懐かしい、懐かしい声が聞けるんですね。楽しみです。本店とエットの違ったりするのって、みんな練習せんとみんな間違っちゃうよ、みんな間違っちゃうよ。本店はあーよっしゃ行くぞー、エイとウハって言ってるんですね。あ、そういうこと？あーふふふじゃなくて、あーよっしゃ行くぞー、そっちね。そういう違い？もしかしてそういう違いだよね、きっと。楽しみ。だってさ、なんかさ、あれ声聞こえんとさ、ファンの皆さんからの声聞こえんとさ、ファンの皆さんじーっと見つめてるだけじゃないですか。ねじーっと見つめて、じーっと押し覆って楽しんでくださってるじゃないですか。やっぱさ、声聞けなくなっ、なんかさ、前はさ声普通当たり前に聞けちゃったよ、コンサートで。でもそれが声出し禁止ってなった瞬間にこう声聞こえなくなったじゃないですか。めっちゃ寂しかったもんね。そう、めっちゃ寂しかったからね、あーってなりそう。なんかその声、声援聞いただけで、ガチ恋工場聞いただけで、泣いちゃいそう。じゃあ、だら、じゃあ、トメさん、バラありがとう。最近そらちゃんが出てる制服の羽の YouTube 見てる。待って、制服の羽の YouTube？ 制服の羽？そうなん、出てる？何のコンサート？SKE 声出し再開した時泣いてたもんねって。やっぱ泣くよね、すごいね。そういえばテレ東のひろゆこさんテレ東退社するんやん。え、なんで？初めて知った。どうなるんやろ、最近聞いたよね。ねえ、ひろゆこさん、オリックスのキャンプ行ったのに。そう、オリックスバファローズさんのね、そうキャンプお邪魔してきました。そう、イエイ。上原さん見た？上原浩二さん、タタタタタン。
エイトの歌は地下アイドル上がりの方が多いんや。そうなんや。オリックスのエース、日本のエース山本由伸投手は宮古根性高校出身。そうでもさ、私もね、オリックスバファローズさんで唯一知ってる山本由伸選手を見つけたかったんですけど、なんと見つけられませんでした。悲しい。リベンジしたい。本当に山本由伸選手をね、唯一知ってたんですよね。見れませんでした。選手が近く通ると予想、近く通ってくれるんやけど、選手が通るたびに背番号見るんですね。そう、背番号見るっちゃけど、いませんでした。そう、上原浩二さん見ました。でもね、本気でオーラ、野球選手以上のオーラって、なんて言ったらいい、野球選手特有のオーラみたいな、なんて言ったらいいんやろね。そう、なんかね、めちゃくちゃ超大物じゃないですか。超大物っていうか、もうすごいさ、世界中が知ってる方じゃないですか。そうだからこそ、なんかもう全然、もう絶対に声かけられないような感じ。わかる？伝わった？だったので、目に焼き付けました。そう、ブルペンも見れるの。ブルペン見れるっちゃけどさ、私ブルペン行ったら誰もいなかった。誰もいない時間だったから、ブルペン見れなかった。ブルペン行ったけど誰もいなかった。そう。いや違う、背番号を見て、パンフレットを見て、そう照らし合わせるんですよ。選手にアピールして推しになってもらわないと。推しになってもらいましょうか。トゥトゥトゥン。上原さんの現役時代は見てた。私多分めっちゃちっちゃい頃にさ、ジャイアンツさんに行ったじゃないですか。めっちゃちっちゃい頃多分見てるんですよね。普通にちっちゃい頃見てた気がする。キャンプでね、車運転できるのできるよ。ワサップさん、ティーありがとう。さあちゃんが投げたら絶対に届きません。サーノはどの球団のキャンプに行ったのって。オリックスバファローズさんからスタートしました、今年は。球場の周りキッチンカーとか来てた。もちろん球場飯たくさんありました。小さい頃東京ドームで見たけど記憶にない。ちっちゃい子はそんな思うよね。さあちゃん野球は DD なのか。 DD じゃないですDD じゃないです。でも私は宮崎県代表なので、っていうのと、あと何、さ、私キャンプ大好きなんですよ。そう、キャンプはね、会場ごとに、なんかスタジアムの雰囲気とかさ、やっぱ違うじゃないですか。一つ一つが楽しいよね。いやもう行ったらわかるさ。そう、オリックスバファローズさん今年初キャンプでした。そう、先日ね行ってきました。ちょっと前に
野球よりキッチンカーに興味ある。じゃあわさっぴさんおいで。キャンプ地巡りするといいよ。そしたらいろいろ食べれる、お祭りみたいに。うん、そう、はあ、3週連続でサッカー見てくる。いいね。4、5年前東京ドームで上原さん投げてるの見た。すごい、いいじゃん。山本由伸選手キャンプ場で見れましたか？それが見れませんでした。旗しか見れませんでした。そう、キャンプはね2月いっぱいですよ。あ、でも球団によって違うけど3月2日とかまでですかね。キッチンカーでいろいろ食べておすすめしてて、ちょっと待って、キッチンカーね、サーモン今食べれるものが限られてるんだ。うん、だからサーモンが食べたものを紹介するね。去年は食べれるのなさすぎてソフトクリームしか食べませんでした。ソフトクリームを食べた、寒い冬にね。うん、ててててててサラダが食べれるものでいいよ。うん、任せてください。待って、こんなこと言いながらさ、あれなんだよね、なんかさ、意外と見ることに集中して、あんまり食べないことが多いんですよね。最後に買って帰るとか、買って食べるとか、途中に食べる。いや本当にね、めちゃくちゃいいと思う。だってさ、お店と違ってさ、すぐ食べれるじゃないですか、パパッと。しかも外に食べれるスペースとかあったりするから、そう、本気でお祭り気分。なんちゃら祭りみたいな、わかる？なんかさ、ビール祭りとかさ、あ、クリスマスマーケット気分かな。うん、そんな感じだから、野球見て一息休憩するのに、そう、お店に入らずキャンプ飯で楽しめちゃうんですよ。めっちゃいいよね。サーノがいろいろなものしっかり食べれるようになりますように。優しい、ありがとう。去年の冬より全然マシよ。うん、野球はどこのチームって好きなの？ジャイアンツさん。惜しい、なんかね、本当にすごいキャンプにね、ずっと長年来てくださってるだけあって、なんだっけ、そう、宮崎県もすごい力入れてて、キャンプには駅をその球団の駅にしてしまったりとか、そう、そう、なのでね、本当にね、宮崎愛溢れてますね、キャンプは。やっぱり、うん、マグロさん、バラありがとう。わあ、大型化されてるってすごい。飛行機も大きくせんと乗れんぐらい
来てくれてるんやろね。プロペラ機っていうのはね、飛行機にプロペラがついちゃって、小型なの。そうやから、横に2人ずつしか乗れんかったりする。普通さ、飛行機ってだいたいさ33シートとかそんな感じじゃないですか、普通のやつ、通常サイズ。それが22だったりするんですよ。そうで、なんか揺れやすいかな、プロペラだから。うん、そう、野球のキャンプ、そう、宮崎か沖縄ですね。そう、だいたい2月の半分、バレンタインデーまで宮崎にいてくれて、そっから一軍の皆さんが沖縄に行かれたりすることが多いですね。でも丸々全部宮崎でオールやってくださる球団もあるので、そう、いろいろですよ。LCC みたいな感じか。なんて言ったらいいやろね。航空会社は一緒なんやけど、機体がちっちゃいみたいな。そんな感じ。バイク取ったの？そう。取ったの。さらちゃんの一軍オタになりたいってもうなってるよ。嬉しい。昔はグアムもあったんや。なるほど。阪神の方はそうなんや。沖縄なんや。タルタさん、あら、ありがとう。ねえ。間近で見れるのがめちゃくちゃいい。ほんとに。だってさ、普段さ、めちゃくちゃなんか、東京ドームとかさ、でさ、やってるわけじゃないですか。でさ、めちゃくちゃなんか 遠いやん。やっぱりめっちゃ近くで見れるわけじゃないじゃないですか。そう、やっぱもちろん一番前に座れた方は近いけど、でもそれでもね、ね確率低いやん。でもキャンプは自分で席選べちゃうから、もうめちゃくちゃ近くで見れる。本気で近くで見れるチャンスがいっぱいある。マディさん、バラありがとう。私は補欠なんで、まだまだ頑張ります。全然違うよ。ユニフォーム着る。私ユニフォーム大好き。カズトさん、じいじい、ありがとう。そう、迫力ある、めちゃくちゃ。バッティング練習だったりとか、めちゃくちゃ近くで見れる。ボール飛んできたりね。めっちゃ危ない時もあるけど楽しいですよ。みゆぽんさん、そうなんや。お父様今も野球関係。そうなんや。体育の野球やったら、とりあえず当てたら当てて走ればセーフ。確かに。お父さんも元プロ野球選手、めっちゃすごいやん。すごすぎる、びっくり。あくびしちゃった。すごっ。そうなん、すごいね。
ジャイアンツさんだったの、すごい。自分恥ずかしいけど楽天が好きなんです。めちゃくちゃいいじゃないですか、田中マー君いるところ。マー君すごーすごいね、みゆぽんさんのお父様すごい。すごい野球選手。今も球団職員の方なんや、すごすぎる。みんな詳しいのね、詳しいのね、皆さん。名字一緒ですか？トゥ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 。一緒なんや。そうそう、松田選手もね、そう来て、そうそう、蝶野選手もね、そう、楽天イーグルスさんからオコエ選手もうそう来られてるんですよね。あ、倉持飛鳥さんのなんか聞いたことあるかも。その服どこの、待って、これどこだろう、わかんないかも、タグないですね、わかんない、多分適当に買ったと思う。大森たけしさん、すごい、めっちゃ個人情報だけど大丈夫そう？リボンさん、バラありがとう。なんかさ、この色のお洋服着るとあれですよ、なんか明るくなるよね、顔がパッて。なんかね、薄いけど、なんか薄い割によく映る。なんか薄いと私全然なんか何顔がよく映んないけど、この色は明るいからかな、ね、いい感じに映ってくれる。パステルカラー、そう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 、パステルカラー、今日のお洋服も似合ってるね、嬉しい。薄めも、薄い服もありかってメモしとこう。メモメモ、皆さんメモですよ。はーい、4月のコンサートの姉妹枠、2月12日の23時59分です。ありがとう。そうだ、12日ね、そう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 、オンラインお話し会の日までなんですよ。そう、4月絶対来てくださいね皆さん。ダンダダン、お疲れ様。
今日何時からショールームしてるか分かりますか皆さん。私は分かんないです。元木さん、すごい。前髪もだいぶ馴染んできたねって書いて、そうめっちゃ馴染んだよね。めっちゃ馴染んだっていうか前髪伸びたよね。多分前髪伸びたんやと思う。これぐらいがちょうどよかったりする、もしかして。昼も夜もチケット取ってる、嬉しい。21時39分、ありがとう。じゃあ40分に終わるから37分に教えて。17分に教えて、うん、伸びたら切ろう。どんぐらいの長さが好きなのみんな。今どう？今めっちゃ良くない？この長さ、長さどう？みんな的にどう？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 鬱陶しくなるのどんぐらい？目にかかったら鬱陶しい。まだ大丈夫。眉毛にかかるかかからんかくらいでが好きなの？じゃあ全然ダメやね、今の長さ。全然好かんやろ、今好かん？じゃあいい感じです、嬉しい。髪の毛3ヶ月くらい伸ばしてます。めっちゃ伸びたんやないじゃん。でも今ぐらいがちょうどいいと思う。だってさ、もう巻き取れてるじゃないですか。巻いたらちょっともうちょっと上に上がるから目に入るとチクチクするからすぐ切ったらいいよ。うん、切る。目にかかったらね。似合ってますよ、ありがとう。昨日そらのちゃんの配信少ししか見れなかったから、映像倉庫のそらのちゃんのパフォーマンスで見てた。嬉しい、ありがとう。クロス、クフ、ごめんなさい間違えました。クルスの海行ってみたい、行ってみたいってこと？行ってみて。クルスの海はマジで来てほしい。うん、行ってほしい。この前3ヶ月ぶりに散髪行ったな、伸びたねって言われた。男性ってさどんぐらいできるの？私1ヶ月で1回切るイメージだった。3ヶ月なんよ。まあ人によるよね。うん、人によるよね、きっと。どこまで伸びるか今挑戦中。大丈夫？結べるぐらいどんぐらいなんやろ、どんぐらいまで挑戦できる。美容室で使ってる頼んだシャンプーが届いたから使ってみたらいい香りだった。よかった。2ヶ月、2ヶ月なんや。意外と私は週1できるように心がけてます。和田アキ子さんやアッコさん、あれらしいよ、週一できるらしいよ。もう髪型が変わらないようにするために。月一で1100円のところ、おめっちゃいいコスパ良き。オリックスファンなの？違いますよ。まで違うともないけど、あのジャイアンツさんが一番好き。私はキャンプが大好きなので、いろんなキャンプに行ってみたい。ちょっとキャンプ楽しんでる。キャンプガールです。キャンプガール、宮崎キャンプガールなので2週間に一度切りに行ってます。すごい、結構単発なので。2週間に1回切りに行くのすごいね。今日届いたサラノちゃんのパーカー着るのもったいないけど次の話し会できる。見せて、どのパーカー？公式戦見たりしない？見たい。
でもね、いつもね、予定合わなくてね、見れないですね。そう、あのキャンプの時にあるやつでしょ。金髪やから紫シャンプー使ってます。紫シャンプー使ったら紫にならんと大丈夫。常にタオルが引っかかるくらいがちょうどいい。すごいこだわり。え、どういうこと、引っかかるぐらい。ちょっと引っかかるの嫌じゃない。どう、1週間延長したから時間作ってキャンプ見に行こうかな。いいと思う、めっちゃいいと思う。うん、公式戦、公式戦、待って待って、公式戦ってあれ東京ドームとかであるやつってこと。あ、うち行ったことないんですよね。そう、行ったことない。宮崎以外で野球を見たことがない。うん、ないから、見るの夢、結構夢。うん、憧れ。そうそうそう。パーカーは AKB オフィシャルのショップで胸にソラノンと書いてあるやつ、嬉しい、ありがとう。紫シャンプー使って紫になったら怖いわって。え、乗りそう。紫シャンプーやろって言って、紫シャンプーのやろ、紫乗らんと。ゾゾマリン、あ、ゾゾマリンスタジアムだっけ。幕張にあるんや、あ、待って、千葉にあるんやっけ。うん、待って待って待って、どこにあるんや。そうそう、そういうの行ってみたい。なんか東京ドームとか幕張メッセの裏にあるん。なんかピンクシャンプーとかあるよね。紫シャンプー、ピンクシャンプー、いろいろある。行く。そう、日向サンマリンスタジアム、そう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 。名前が可愛いですよね。日向、日本の日向なんで。そう、もともとサンマリンスタジアムやったんやけど、そう、日向がついて可愛くなりました。マークもついちゃって。うん、ソラノンはヒゲある人とない人どっちが好き。ないない人かな。待って、ヒゲさ、正直さ、正直ヒゲあれじゃない、似合う似合わないとかもあるかもしんない。うん、ずっと生やしてる方はずっと生やしてるじゃないですか。そういう違いもあるかもね。ない方がいいんじゃない。そんなこと言わんでよ。そんなこと言わんでよ。こんばんは。このルームは久しぶりに来ました。ともあきさん久しぶり、嬉しい、ありがとう。一郎さん、一郎さんってどなた。私の思う一郎さんじゃないよね、だってきっと。最近やる気スイッチどこ行ったか探しちゃう。分かった、私が押すね、ピン。やる気出た？グッド。大丈夫。
ッケー。ホットシタマって何、ヒゲあるのがいいって言ったら交換大会やったってよかったね。こんばんは。でも男性はさ、もともとさ普通に絶対ヒゲ生えてくるじゃないですか。だからヒゲあるよね。そういえばまだパンダさんのは届かん、届きません、届かんね、うん、届いたらすぐ見せますね、うん、こんばんは。ドゥ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 、うわ、俺はヒゲ似合うかなって、似合うんやない似合うんやないとか言ってまだ TikTok 解説はやる気出ませんかってね、 TikTok ね本気で悩んでるんですよ。でもあの編集で悩んでる、うん、菅野選手いいの髭脱毛したいってこと。髭脱毛、そっか、男性の場合顔を脱毛するってなったら髭を脱毛するってことになるのか。確かに、でも痛そう、うん、めっちゃ痛そうやない、痒いところって。 TikTok ね、これ撮りたい。ダンダラララララララダン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 ダーちゃんよりごめん、うん、できた。もう1個投稿した、みんなショールームの中に1個投稿したから再生回数伸ばしといてね、みんないいね伸ばしといてね。面白動画なんてないよ、うん、絶対痛いと思う、痛いと思う。まあ自分が本気でなくしたいならいいと思うけど、絶対痛いよね。でもやってみないと分からんもんね、痛みなんて。え、すごっ、 TGC 和歌山であるんですか、すごい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 。ひとみさんが出るんや、すごい。ショールームもアーカイブ機能とかあればいいんやけどね。確かにないもんね、もう見れんもんね、これでしか。そうですね、確かに。ふふ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 ふ、懐かしい。 TikTok はね、高校生の時に友達のやつで撮って投稿せずに保存だけしてた、うん、そうしちゃったね。なんだっけ、喉が痛い、熱が出た、狙い撃ちバーンとか流行ってましたよ、その時、うん。最近ヒゲが伸びるスピードが速くなった。そんなことあるんや。ヒゲが伸びるスピードが速いと何かあるんですか、そういうはどういう特徴みたいなないんですかそういうの気になる
ありそう、なんかひげが早く、ひげの伸びが早くなったみたいな検索したら出てきそうやない？さなちゃんインスタライブとかまだやらないの？インスタライブね、数回やったことあるんですよ実は。うん、そう、数回やったことありますよ。うん、最後にやったのいつかな、クリスマスとかかもしれない。そうやん、そうインスタライブね、この間お泊まりだった時に、お仕事でねやろうと思ったんですけど遅くなっちゃったからやんなかったんですよね。そう、え、もちろんもちろん気が向いたらやりますよ、見に来てね。私はインスタライブはアーカイブ残さないタイプなので、皆さんインスタライブするってなった時はすぐ見に来てくださいね。サーノンインスタライブするんだねって、インスタライブやったやん、もう4回ぐらいやったよね。いや4回は持ったかな、いやでも絶対3回はした、3回ぐらいしたよね多分、3、4回はやった。待ってくしゃみ出そう。うん、そう、普通自動二輪、普通自動二輪マニュアル、そうマニュアル撮ってますよ。ブンブン、1時間経過ありがとう。じゃあそうそうね、ランキング読んでいきたいと思います。13位は赤さん、12位はジュヒエモンさん、11位は天神姫聞きましょうさん、10位は羽馬さん、9位はネオボンドさん、8位はいちごミルクさん、7位はカズトさん、6位はショートさん、5位は二の丸さん、4位はナンさん、3位はフイさん、2位はワサップさん、1位はヤス1983さんでした。ありがとうございます。はい、皆さんギフトもバラもありがとうございます。というわけでね、皆さん今日も見てくださってありがとうございました。きっと今日は SNS にプロ野球選手、プロ野球の宮崎春季キャンプのレポを載せたので、皆さんいいねコメント待ってます。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。皆さん暖かくして寝てね、おやすみなさい。せーの、そらろー、じゃんけんじゃんけんブン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 、おやすみなさーい、ブンブン。おやすみ、みんなありがとう。